おはよう。私はガジョタイです。私は日本でいますよ。お金持ちと思いますか？違います。私はお金ないよ。今日は仕事です。朝起きてエクササイズやって、その後は顔出して。どうしてかな？今日は多分仕事いっぱいあるから。そしてまだ考えます。仕事か休みか。じゃあ準備しましょう。まず、カビネット開けて、ナイキ、ジャケット、取って、その後はブラグだからトランシッションして、そして窓開けて、外出て、座って、その後は考える。休みか仕事か。でも、仕事はいっぱいあるから、お金も欲しい。だから考えます。でも、大きい傘があるから、仕事か休みか、わからないので、ちょっと今日はね、一日雨、すごい降るから、どうしようかな。それ見てください。それは大きいでしょ？大きい傘でしょ？マイクロマティックでしょ？でも、一日雨、降るから、どうするかな。だから、ちょっと、考えます。そうだよね。じゃあ、一本か二本ぐらいね、考えます。仕事か休みか、どうしてかな。だからさ、過状態以来、ことが考えたよ。じゃあ、待ってください。あれ、皆さん、先生に電話かけましょう。あ、先生、おはようございます。私は、過状態です。今日は、休みます。昨日はね、昨日の晩、いっぱい食べましたから、朝3時からトイレ、3回、行きました。はい。多分、ギリがあります。はい、すみません。よろしくお願いします。はい、先生。はい、わかりました。はい。ありがとうございます。おー、すごいでしょ？頭いいでしょ？だからさ、今日は休みます。そしてまた、いや、寝ます。すごい、チュンチュンチュン。すごい雨だからさ、おー、嬉しい。嬉しいよ、嬉しい。じゃあ、皆さん、私は、過状態です。また寝ます。おやすみなさい、皆さん。また明日ね。じゃあ、ちょっと、臨機、消します。はい、おやすみなさい。バイバイ。